けはけほっとけ、山道です。若いからもう、もう怖いよ。いいね。こういうとこあるもんね。どうした？どうした？こうずっと見渡してみて、そうざらにいるわけじゃないな。そうな、うん。でもよう見たらほんとね、タヌキモノとかね、なんかいろんなのおるで。植物が好きな人やったらね、面白い。たまらん場所やと思う。要するに湿地の植物ね。八丁トンボ探してみ。柵のない自然の出現、ほら、よう見たら珍しい。あ、うん、あ、ちょうどもおる。どこにおる？見て、あ、なんて言えばいいかな、一応撮るわ、うん、うん、写真撮って。おる、八丁ともおる。おお、見るのさすがすごいな、光景は。うん、ちょっと、いや、あ、おった。これ誰も知らない、卑怯なんだよな。あ、ほんまや、あれ赤いの見えるでしょ。小さいな、やっぱり久しぶりに見たら。すげえ、おった。うん、感動。やっぱり行ったら必ず一回はいい発見ある。ほんまに思ってた以上にちっちゃい。うん、これ八丁トンボ一匹だけ。周り見て、足長よりもちっちゃいな、これ。もうほんと、ほんと、うん、二文ぐらい違うんでしょ。うん、いや、小さいな。うん、これで、これどういうとこにあるか言ったら、こういう、すげえ、折った波長。うん、カブトムシ出現はもう全滅したんやけど、うん、お、ここにもおる。あ、おるおるおる。おお、八丁トンボおった。うん、小さいもんね、日本一小さい。うん、今見ただけでも3つ見たから、この、あ、ここにもおる。よう見たらいくつもおるわ。こういって、つまりこの調子で追ってくれたら、ここの出現が残る限り全滅はないな。よかったな、今日来て。おど、分かったでしょ。いや、すごい、おるわ。うん、この出現は大事にせなあかんな。行くで。うん、ゆっくり下の方で、ゆっくり行くね。こういう感じ。うん、どう。おし、ちっちゃいな。ちっちゃいわ。うん、みたい。もっと、おお、ええな。ほとんど、うん、あの人差し指の一節ぐらい、第一関節ぐらいの長さが。そう、どう、うん、取れた。取れた、取れた。いい、うん、いいよ。ちょっと拡大するね。結構この姿勢きついから。毛があって、お、お、詐欺草やん。見て、詐欺草、ほら、詐欺草、ほら。あ、ほんまや、これも初めて見た。これ天然やで、これ天然やで、これ、ここは。でも水桶あるよ、そこに。うん、いや
カブトヤマの場合はみんなな、もう、なくなる。これ、いいなぁ、こういうのがね、自然のやつがあるのがやんな。うん。いい、靴がでも。うん。あ、水草もあるし。そして毛線ゴケもある。カブト山の森林ちゃうねんて。これ毛線ゴケやんな。驚くばかり。うん、ほら一酒見つけてよかったな。この今の時期咲いてんねんな。そうやね。いやーよかったよかった。詐欺そうやで。ほら。あ、なんかいるやん。一個だけあると、外来の。あ、お玉ジャムシや。これ何お玉？大きいよな。あ、ちょっと待って。ははは、外来やからな。ああ。森屋を？森屋？卵塊がないね。うん。玉ジャムシいるやん。うん。しかもよく見たらいっぱいいるやん。どこ見たらいっぱいいるよ。大人がいっぱいおる。で、これ、いっぱいおるの、これ水すましちゃう。あー、雨もじゃない。うん。くるくる回っとんの。黒い玉みたいな。うん。水すましちゃう。何お玉これ、うん、小さいよ。うん。あ、松本虫もおるよ。お、どこにおる。これ、ちょっとピュッて。あ、ほんまやな。あ、松本虫や、うん、ほんまや。逆さ向いてるでしょ。うん、あ、松本虫やな。ほんまやな。でもね、あれ手で掴んだら刺されるから。うん、カメムシと一緒やな。うん、刺し亀と。おた、あー、ほんまや、おためでうちおって。いやいやいや、松本氏どこ行った。あ、おるおる、ほんま。小さいもんな、このピンゴって。ちょっと待って、ね、よし、何のやろうか。はいはい、もうちゃん撮影した。ほな、まあ放流してあげて。いやー、はい、コウギ何と何見つけた。ここで、ここで、うん、水生昆虫は松本虫と水すましと、うん、何らかのおたまじゃくしと、ちっちゃなヤゴ。あの外来の浮いてるフロートもうおそらく英語で浮き袋のなんという。え、浮き袋。うん、フローティングなど。はい、で、今名前をつけて家で調べて、まあ大体読んでた感じになると思う。まあ、浮き袋で浮いて花が咲く。